パリ・サンジェルマン、PSG に所属するフランス、表 FW キリアン・ムバッペが、同クラブに、ライカの、ダンを告げたようだ。A メディア、デイリー・メルなどが現地時間13日に報じた。今シーズンの PSG、試合はダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月部、お試し実施中、PSG とは2022年まで契約を残している、バッペ。契約延長をしなければ、フリー移籍の能性も考えられる。ムバッペに PSG 残留の意思が、ければ、PSG は、フリー移籍を阻止するべくライカの出を容認する、可能性があるという。同、メディによると、ムバッペは PSG に今季が、同クラブでの後のシーズンになると伝えたという。同選手は、リバプールやマンチェスターシティ、マ、チェスターユナイテッドなどが興味を示せているという。しかし、以前からムバッペに興を示しているマドリーが最有力候補であるウダ。PSG 側は、ネイマールを超える、史上最高額の席金を見込んでいるという。果たして、ムバッは、今季が、PSG での最後のシーズンとなるのだろうか。両。